かけっこが早いから可愛いとか頭がいいから可愛いとかじゃなくて、無条件にあなたは大切な人ですと。タブレットを使った授業でとても分かりやすく勉強できています。友達と教え合いながら学ぶことで楽しく勉強ができています。中学の3年間はそれぞれの夢を実現させるための基礎作りを行います。特に学力を伸ばすために重要な英語、数学、国語は公立中学よりも授業数が多く、徹底した学習ができます。2021年度には新校舎を建設予定。食堂や講堂、そして新たに中学の教室もでき、より快適な環境が整います。続いては高校。高校では3つのコースがあります。医学部や薬学部、そして国公立大学を目指すアカデミアコース、私立大学、専門学校への進学や就職を目指すサピエンティアコース、海外研修や留学に積極的に参加できるカリキュラムがあり、難関私立大や英語を重視する大学を目指すグローバルコース、そして南山では新たに新学系自主選択講座をスタートします。午前中は各コースによる授業が行われ、午後からはコースに関係なく自分の進路や興味に合わせた授業を選択して選ぶことができます。良い大学に行くとかいうことも、それはその結果として出てくるね。でも先にやっぱり人を思いやるとか、人をいたわるとか、そういう気持ちを育てるっていうことと、お勉強するっていうことは別のことではなくて、両方一緒に伸びるっていう、片方だけ伸びるっていうことはありえないっていうことが、難産で子どもたちが人間として成長するということです。山口浩太です。僕は今カナダの南東というところに留学をしています。僕の留学の目的は、一つ目は英語力の向上、そして二つ目がいろいろな経験を通して自分の夢を見つけるということです。Nanzan offers high quality environment for studying, club activities, and realizing your dream. So why don't you enroll in Nanzan and enjoy amazing school life? それは GLE です。Nanzan では毎年世界的に有名なアーティストをお招きしてアートイベントを開催しています。そのイベントを生徒自身で企画から運営まで行っているんです。去年はグラミー賞を受賞したラテンジャズピアニストをお迎えしました。普段経験できないイベントを企画運営することは初めてのことも多く、わからないことも多く大変でしたが、成功できた時はとても嬉しかったです。小学校の時からバレエを続けていて、先生方が熱心に指導してくださるので楽しくバレエができています。いつかこのメンバーで全国大会に出場したいです。体育祭が楽しいです。体育祭では学年を超えみんなで協力して挑みます。また一人一人に役割があり、それを一人一人が本気でやるからこそ、学校の行事とはいえとても楽しいものが出来上がっていると思います。ありのままの自分でのびのびと成長できる場所です。住人といるの学校です。南山は活気があふれた居心地のいい場所です。